テラフォーン電話アビブは、イリノイ州、シカゴを拠点とするアメリカのエレクトロニックミュージシャンで、ある。もともとは、チャールズ・クーパーとヨシュア・ユーステスの二人組であったが、2009年に、クーパーが死去してからはユーステスのみでテラフォーン電話、アビブとして活動している。1999年に、チャールズ・クーパーとヨシュア・ユーステスで結成され、2001年秋に、 リリースされたアルバムで評価を得る。2002年にはヘフティレコーズから EP をリリース。2004年に2枚目のフルアルバムリミックセーズコンパイルドをリリースした。2009年1月20日に3枚目のフルアルバムイマレイとユア・セルフをビピッチ・コントロールからリリースし、ビルボードのトップエレクトロニックアルバムチャートで17位を記録した。2009年1月22日。 ユーステスがグループのマイスプリースブログ上にクーパーが死亡したことを発表した。またバンドのオフィシャルウェブサイト上にもチャールズ・ウェズレー、クーパー3、エイプリル12、1977ジャニュアリー22、2009と発表された。CBS シカゴの記事で21日から死亡が発見されるまでクーパーは消息不明であったことが明らかになった。 2009年1月30日、ユーステスがマイスプイース上のブログにツアーの予定は全てキャンセルし、またバンドの将来については、はっきりしたことは何一つわからないという胸の記事を投稿した。2009年3月22日、ユーステスがマイスプイース上のブログに彼らの友人であるフレッド・ノゲイラと共にステージに立つことを発表。2009年7月22日、 ユーステスが、マイスプース上のブログに、クーパーの死は自殺ではなく、睡眠薬とアルコールの併用による事故であると発表。ヨシアユーステスとフレドの経営ラインタビューにおいて、クーパーと、ユーステスは、ディジダスインプロツールズ、ネイティブインストゥルメンツリアクター、エレクトロニックインストゥルメンツに XT、と、エイブルトンライブを使用していると明言している。また彼らは、 ネイティブインストゥルメンツ社のシンセティックドラムズ2のサンプルライブラリーに音源を提供している。最新のアルバムでは制作スタイルを大きく変え、アナログテープとアナログシンセサイザーを使用している。これについては、音をもっとリアルにするため、と発言している。ありがとうございます。